皆さんこんにちは、ボンドチャンネル土井パフォーマンスです。今回はボンドボディからブラバスワイドスター G350D ですね、こちらの続きをお伝えしたいと思います。一応作業がもうだいぶ進んでて、前回りだったりフェンダーがバラバラになってるみたいです。ちょっと見てみましょうか。もうすっかりなんか見慣れた光景になっちゃいましたけど、全部外してフェンダーも外して、お母さんこれあれですね、バンパー外すのにここ外さないと外れないんですよね。そうですよね。なんか現行型は順番的にこうバンパーが取れないんで、ここで取っていかないと取れないみたいです。だから結構いろいろなんかやるのにも大変っていう。そしてあともう一つ、多分ゲレンデ乗られてる方非常に興味あるところだと思うんですけど、あのタイヤホイールの台形化するときに、まあ、旧型と違って現行型って結構その大きくできませんよっていうのを知ってる方多いと思うんですけど、なんでそれできないかっていうと、実はこれです。このコアとこのホースがあるんで、まあ、要は外径アップした時にこれが当たっちゃうと、いやいや結構距離あるじゃんって思うと思うんですけど、これが要はハンドル切るとここがこの辺に来るんで、まあ、実際ちょっとしかサイズアップができないという。なんで一応これがクリアできれば、まあ、これから現行ゲレンデのでっかいゴツゴツタイヤ履いたのなんかが出てくるんじゃないかなっていう、どうでもいい話です。はい、まあ、作業はだいぶもう早速もう2日ぐらいしか経ってないんですけど進んでるみたいです。で一応あっちでもうパーツの磨きだったりだとか、あとは1回目のもう塗装が進んでるみたいです。フェンダーのところのダクトと、あとこの辺がこの間に入るパーツですね。あとナンバーのベースなんかも全部今回塗装していきます。はい、で続いてこっちがリアバンパーですね。こちらも全部多分仮合わせと下処理が終わってこれから塗装になるんだと思います。でこっちがフロントバンパー、あとフェンダーなんかも一回色が入ってるみたいです。そして僕らもドン引きなんですけど、ゲレンデの入庫が本当に大変なことになっております。本当にありがたいことで、今日 1,2,3 向こうに4台、駐車場に1台、なんと8台現行ゲレンデが入ってるっていう。そしてその作業の大半がこのブラバスのフロントリップ、これがもう今めちゃくちゃ人気みたいで、もういろいろボディカラー塗って、でここも埋めたり埋めなかったり、いろんなバリエーションでつけてるそうです。でこのアンダーカバーのここの部分、ここの部分だけでなんか5枚ぐらい置いてありました。これもそうだし、これもブラバスのリップだし、そこに置いてあるのもそうだし、向こうで水研ぎしてるのも3枚あるっていう。どうなってるんでしょうか。もうめちゃくちゃ人気みたいです。はい、そしたらですね、いつもは進捗をお伝えしてるんですけれども、多分もう何度も見てくださってる方もいらっしゃると思いますし、あのネタ的に面白くないんで、ちょっと今日はあのブラバスワイドスターの身体測定をしたいと思います。ちょっとパーツそれぞれつけるとどのぐらいのサイズが違うのかとか、あとはアドオン、そのつける乗せるパーツなんかもあるんで、まあ、それでどのぐらい重量が変わるのかって結構皆さん気になるところじゃないかなと思うんですよ。で僕いつも今までこうふわっとこう作る過程しか紹介してないんで、まあ、詳しいその辺今回やってみたいと思います。で一番多分軽くなるんじゃないかなっていうところは、多分この背面タイヤのカバーだと思うんですよね。で結構ゲレンデ乗ってらっしゃる方でも、これ多分、いやそういえば一回も外したことないやっていう方多いと思うんですよね。実はこれ全部金属製で意外に重たいっていう、こんな感じになっております。でまずこれが何キロか、結構重たいんですよね。ちょっと今回体重計持ってきたんで置いちゃいます。えい、5キロ、 4.8 キロかな。はい、こんな感じです。だ結構重たいです。そして行きましょう。ドライカーボン製ブラバス背面タイヤカバー、まあ、もちろんその軽くしてなんか運動性能上げますよっていうパーツではないんですけど、まあ、やっぱり軽いは正義なんで、これがどのぐらいカーボンの凄さも、すごい、 1.4 キロ、もう3分の1以下、とてつもなく軽量になるっていう。
まあ、いかにこのドライカーボン、これだけ薄くて強度があって軽いかっていうのが、まあ、ちょっとお分かりいただけたんじゃないかなと。で、あともう一個気になるところとしては、このボンネットだと思うんですよ。こんなでかいの乗せちゃってフロント重たくなっちゃうんじゃないのと、はい、ちょっと次はこれを測ってみたいと思います。こんな年頃の男子を体重を全世界に発表させるんですか。ちゃんとモザイクにしといてね。差額だけ、差額じゃないや、差だけ何キロですか。これ30キロぐらいあるな。これじゃあこのボンネット30キロぐらいありますね。じゃあ僕単体で 62.8 ですね。何それは。何キロ。 18.2 です。そんなデブがいるはずがない、いるはずがないです。ということでボンネットはだいたい30キロぐらい、はい、リアの背面タイヤカバーはめちゃくちゃ軽くなるっていう結果でした。で、あと皆さん気になるところといえば、このフェンダーだと思うんですよね。これ実際どのぐらいワイドになるのっていう、一応メーカー公表時だと6センチワイド、左右で12センチワイドっていう風に言われてるんですけど、本当にそんなにワイドになるのか、ちょっともうフロントのフェンダーは取り外してる状態なんで、まあ、ちょっとざっくりにはなっちゃいますけど、フロントのフェンダーがだいたい10ミリちょうどぐらいですかね、10点ちょっとぐらい、はい、こんな感じです。これ前もだいたい、あ、前の方がちょっとありますね、 10.5 ぐらい。後ろに行ってちょっと少し細くなるデザインになってるみたいです。だいたい一番前で測っても 10.5、11ないぐらいですね。こんな感じのが純正フェンダーです。じゃあ続いてブラバスのワイドスターのフェンダーちょっと測ってみたいと思います。もう1回目塗っちゃってるんで、あんまりこう起こしてっていうのはできないんで、こう寝たまんまになっちゃいますけど、だいたい逆の方がいいか、はい、だいたい 15.5、 一番前で16近いですかね。やっぱりどんぐらいでしょう、 15.6 いかないぐらい、まあ、だいたいだから公表値の6センチワイドっていうのは割とドンピシャかもしれないです。こんな感じで、はい、はい、というわけで今回は本当にちょびっとだったんですけど、ちょっとブラバスワイドスターの身体測定してみました。結構6センチ左右で12センチなんで、かなりやっぱりワイドになりますね。で、結構この寸法っておそらく駐車される環境とか車の使用環境とかでかなりこう参考になるんじゃないかなと思います。で、まあ、最終的にはちょっとタイヤホイール24インチはめる予定なんで、ちょっとトレッドなんかも測ってみたいと思います。でも、もともと立体駐車場とかも全然 NG な車ではあると思うんですけど、やっぱりトレッドとか分かればまたその車の使い勝手の参考になると思いますので、その辺もお届けしたいと思います。で、もう他にもなんかこういうの測ってくれとか、ここのパーツどんな感じなのか教えてくれとかっていうのは、ぜひぜひコメント欄までいただければ、まあ、僕の方が測ったりとかいろいろやってみますんで、ぜひコメントください。というわけでボンドチャンネル、チャンネル登録まだの方はチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。次回も続きお伝えしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。